はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今回ですね、あるテレビ番組の、解説に私なりのコメントをね、つけて、皆さんと一緒に考えていこうかと思います。タイトルはね、景気や困窮者対策になるのか、各党アピールの現金給付に疑問の声ということでございますけども、衆院選が近くなってきてですね、9つある国政政党が、いろんな公約を抱えております。その主なものが、財政出動、お金をもっともっと国民に配れという話なんですけども、これに対してね、ばらまきなんじゃないかなっていう批判とか、あとは子供たちの世代にね、月を残すのかみたいなね、時代遅れな議論があるわけなんですよ。で、まずね、私が思うのは、この財政出動、ばらまきだっていうけど、今まで取られすぎているんで、ちょっとお釣りをもらう程度のことなんですよ。それに対してね、国民に10万円配ったりとか、30万配ったりするのがばらまきだっていうのは、ほんで全然お門違いの議論であって、今まで取られすぎていたものをちょっと返してよと。ね、そのぐらいのもんですから、どうってことないわけですよ。それこそ年間で100兆配ろうが200兆配ろうが、今まで私たちがむしられた金額に比べたらね、スズメの涙なんですよ。そういったことも込みでちょっとお話していこうかと思いますので、画面をちょっと切り替えていきましょう。週末も行われた選挙戦、多くの人が争点と考えているのが、困ってる人にしっかり分配してほしいなっていうのがあります。はい、低所得者にちゃんと生活できるようにしてほしい、国をもうちょっと豊かにするという政策が欲しい。この辺はね、ほんとその通りだなと思いますので、皆さんも同意されるところじゃないかなと思います。 VTR をちょっと進めてみましょうか。ここからがこの番組の変更報道の見られるところでございます。経済政策、特に各党が目玉に据えるのが現金給付です。自民党は非正規雇用者や子育て世帯への支援を表明。岸田自民党はですね、なるべくお金を配りたくないという気持ちですよね。でも岸田総理はここにぜひね、現金を配っていくんだということで、多分国民の側に立って戦ってくれてるところではないかなと思います。ただ、残念ながら国民の方がすでに岸田じゃダメだみたいなレッテル張りをね、進めてる人がいて、このままだと岸田さんもやる気を失って、だったらいいよみたいになっちゃいますんで、ギリギリまでをやっぱ応援していくことじゃないかなと思うんですよ。まだ岸田内閣が始まったばかりですから、引き継ぎをやってるところじゃないですか。皆さんも新しい職場とか、新しい役職を与えられて、前任者との引き継ぎって、やっぱ1ヶ月ぐらいかけるでしょ。逆に1ヶ月もかけなくていいような引き継ぎなんで、引き継ぎしなくてもいいような、そんな職場だと思うんですよ。ですんでね、一国の総理ともなると、やっぱりね、引き継ぎにそれなりの時間かかりますし、前任者の意向も組まないといけないところがあってね、なかなか難しいところじゃないかなと思いますけどもね。総理は現金給付も検討するとしています。公明党は、高校3年までの子供に一律10万円の給付を公約に。公明党の汚いところはここなんですよ。公明党は最悪の政党ですよ。9つある政党の中で最も人の人権を無視して、人からね、搾取することに一生懸命なんですよ。公明党ってのだけはね、日本から追い出さなくてはならない政党だと思います。これがなぜそういうことを言うかっていうと、公明党って、現時点でね、与党なわけですよ。だから政策を決めることができるんですよね。でも、今度の選挙で公明党を選んでくれたら、お金を配りますよみたいなこと言ってるわけですよ。これを汚くして何というのかってことなんですよ。ね、子供たちを応援する気持ちがあるんだったら別に与党の間にやればいいし、半年前、1年前にでも全然やって構わなかったんですよ。公明党の汚いところってのは結局ね、金を人質にとってまさにこれがばらまきなんですよ。公明党だけは支持してはいけないと思います。立憲民主党は低所得者への年額12万円の現金給付。立憲民主党はね、枝野さん個人が人気がないだけで、党としてはね、そんなめちゃくちゃなことやってると思わないんですよ。もちろん悪いところありますよ。でも、やっぱり与党も取ったことがありますし、今の自民党の影に隠れてね、やっぱ馬鹿にされる形ってのを望んでないんで、そろそろ怒り爆発で、今度政権を取ったら真面目にやるぞっていう気持ちが溢れてると思います。共産党は中間層も含めて1人10万円の給付を。共産党はね、党の名前変えた方が絶対いいですよ。これ中国共産党みたいなところのレッテル張りに本当に使われますし、全然共産的なことを言ってないんですよね。ただ、まあ言えるとしたらもっと平等に暮らそうよっていうところは今の二極化の社会にまあなんていうんですかね、反目するところじゃないかなと思います。そして多くの国民が望んでいるのはやっぱり二極化よりも一億総中流のまあ古き良き日本の時代じゃないかなと思います。どうですかね、二極化の方がいいですかね。新自由主義経済のもと生まれた自民党の推し進める二極化、こちらの方がよろしければこのままでいいと思いますけども、ちょっと待てよということでしたら、まあ共産党のね、党の名前のイメージは悪いんですけども、共産党の話も聞いてみたらいいんじゃないかなと思いますね。全国一律10万円給付。いまいちね、これはね、2番煎じのような気がしますけども、まあ共産党としてはまあまあよくやった方じゃないかなと思います。また、日本維新の会はベーシックインカムの導入。まあ日本維新の会は論外ということでね、公明党とやっぱ名を連ねるぐらい悪党な人が多いかなと思っております。なんかね、すごく大阪をぶち壊して、で、しかも大阪の人に人気があるというね、これ何なんでしょうね。大阪の人が10年来支持している政党が日本維新の会。でも日本維新の会は大阪を苦しめ続けているというね。このバランスっていうのは私が外から見るからなんでしょうね。大阪の府民、市民から見ると、やっぱり維新の会がいいのかもしれません。これはちょっとわかんないですね。はい。国民民主党は1人10万円。低所得者にはさらに10万円を上乗せすると公約しています。国民民主党はね、すごく政策いいんですけども、線が弱いというか、玉木さんはすごくね、爽やかな方なんで人気があると思いますけども、いまいち発信力弱いですね。もっと SNS 活用したらどうですかね。だから国民民主党とれいわ新選組が組むとものすごいエネルギーを生むと思うんですけども、ただ玉木さんもなんか頑固なんでね、この人も。みんなのことを考えてるようであって、もう自分さえ良ければいいみたいなね、自分の考えが通ればいいみたいなことなんで、なかなか、握手するのは難しいんじゃないかなと思います。れいわ新選組は1人当たり20万円を毎月給付するとしたほか、れいわ新選組は財政論で言うとナンバーワンです。抜群です。ここ以上に物事を理解しているところはないと思います。ただ、バランスを取るような政党はまだできませんね。れいわ新選組は与党を取ったところで単独政権というのは無理なんで、やっぱりね、外交とか防衛とか、その他様々考えるところがあるんですよ。れいわ新選組に関しましては、弱者救済、中間層から以下、低所得者に向けての施策はパーフェクトですけども、ただ、強き者をどうするかって問題、資本家をどうするかって問題がありませんので、やっぱりバランスにかけた政党と言わざるを得ないかなと思います。もしね、与党を取るようでしたら、やっぱりこう、そうですね、自民党とは言いませんけども、立憲民主党とペアで動くぐらいじゃないかなと思います。まあ、ベストはね、そんなところですかね。国民民主党も、ちょっとね、粒揃いとは言い難いんでね。以上です。社民党は1人10万円の給付を。社民党ってまだあったんですね。 NHK と裁判していると弁護士法72条違反では社民党はこの N 国党よりも目立たないっていうか、まだあったのっていう感じですよね。多分社民党はなくなっても誰も困らない、そんな政党じゃないかなと思います。もちろんね、害になってるわけじゃないんで、まあ勝手にやればいいと思いますけども、ここが国政政党である意味はないのかなと思いますんで、政治団体としてね、まあ自由な活動すればいいんじゃないかなっていうのが私の印象ですけどね。全国民に10万円以上の電子マネーを配布するとしています。有権者はいや、もう思いっきりお金で釣ってるでしょみたいな。国民はお金で釣られるんですよ。だって、お金で苦しんでるでしょ。それをね、自分はお金には関係ありませんみたいな、こういう意見をね、言う人がまだいるんだなと思うと、いや、お金で釣られますよ。だって、無料だったら働かないでしょ。ね。で、高いものより安いものがやっぱ売れるじゃないですか。そこはね、別に隠さなくてもいいと思いますよ。それから、正直な話、国民の支持を受けれるんだったら、お金を使いたいと思って実際使ってるじゃないですか。例えば地方に、こうね、選挙運動で回って握手する。あれ全部お金かかってますからね。だからお金をかけてでも一票が欲しいっていう気持ちと、ダイレクトにお金をあげるから一票くださいっていうのはそんなに変わりはないと思います。まあ、綺麗なこと言わなくてもいいと思うんですけどね。ばらまいてやるぞ。ばらまいてくださいよ。全然ばらまき足りないんですから。だから今こそばらまいて、ばらまく政党が選ばれるべきだと思いますけどね。もうばらまいてやるぞみたいな、浅はかだなと思います。これは何に対して浅はかだっていうのか全く分かりませんよね。だから編集をするなってことなんですよ、ここ。ちょっと続き見てみましょうか。これ編集されてカットされて繋がってますんで、この女性の意思がどこにあるのかっていうのが全く分かんないです。ただ、この女性の意思が、このね、放送する人の意図に沿うように編集されてるっていうことだけはよく分かります。多く金額を言ったもの勝ちみたいな、そうすれば票が取れるっていうような考え方は、国民の代表として持ってほしくないですよね。いやでも実際ね、お金を配ってくれるような社長のいる会社に勤めたいと思いませんか？うん、どうなんですかね。お金よりも何か大切なものがあるとしたら、なんですかね、まあ正義なのかな、それとも愛情なのかなと思いますけども、正義や愛情を貫くにもお金はかかりますんで、無限にお金くれとは言いませんけども、今まで払ったね、税金の一部は返してもらいたい。これはばらまきでも何でもないと思いますし、金で釣るってことでも何でもなくって、正当なお金はお返しします。あなたは皆さん、国民の皆さん、払いすぎですってことで、返してくれるのにね、10万とか20万ってのは、逆に言うと安すぎるなと思うんですけども、この感覚は私だけですかね。まだまだ国庫に納めた税金を返してもらわないと、私たちの労働や生活の苦しみの割は合わないと思うんですけどね。どうやら今まで、コメントを下した町の人の意見っていうのは、それなりに余裕のある人の上から目線の意見なんじゃないかなと思います。生活に苦しくって、今日の1万2万が本当にね、どれだけ助かるかっていう風なお金の苦しみを知らない人の声だと私は思うんですけどもね。冷ややかな理由は、去年の一律10万円の記憶。平均1人6000円から多くても2万7000円しか使われず、7割以上が貯蓄に回ったという分析もあります。分析もありますってことなんで、勝手な分析ですよね。分析は山ほど存在するんですよ。なんでこういうふうにほとんどのお金が使われてないっていうふうな分析をここで出してくるのかっていうことが偏向報道のなせる技ですよね。またね、貯蓄っていうのも、それも消費なんですよ。永遠に貯蓄ってことはないです。必ずどこかで使います。だから、今日今この瞬間に使わなければ無駄銭だったってことはないと思うんですよ。だって来月も再来月も暮らしは続くわけですよ。来年も再来年も人生はあるわけですよ。じゃあそこでね、お金がなくなっちゃってたら困るじゃないですか。だから10万円給付いただいても、計画を持って3年がかりで使おうか、5年がかりで使おうが、1日で使おうが、それは自由じゃないですかね。いちいち使わないからといって、そんな指図すんなよって話ですよ。もともと私たちのお金が返ってきただけですからね。ふざけるなって話だと思いませんか？全然回らないと思うから、あれは無駄だと思うよ、逆。はい。余裕のある人の言葉ですね。10万円を配っても無駄だという。だったら10万円くれって話ですよ。お前の10万円こっちによこせみたいな話でしょ。10万円が無駄って言えるような人ってどんな立場の高い人なんですかね。やっぱ勝ち組の70代の商店主店主ですね。この人の店には絶対に行かないぞと私は思いました。13兆円使っても景気浮揚効果は限定的。今回も与野党は財源を国の借金で賄う考えです。13兆円配っても経済効果は限定的って当たり前じゃないですか。全部限定的ですよ。ね。お金をいくら吸っても100兆配ろうが200兆配ろうが限定的なんですよ。100% 全員に有効に使われましたっていう、そんなね、お金の使い方が歴史上1回でもあるかって話です。またですね、財源は国債。国債は国の借金って言いますけども、これは政府がしてる借金です。国っていうのがあって、政府がここにあって、政府のしてる借金ですからね。国の借金ではないですからね。こんなバカなことを未だに言ってるテレビ番組終わってます。これから先いっぱい若い人たちに借金を背負わせるってことは、ちょっとどうかなと。70代の奥さん、本当にいいこと言ってくださいますけども、若い方に借金を負わせるのがどうかなと思うんだったら、あなたの資産を放出して若い人に配ってもらってもいいんですよ。結局は自分のお金を使わずに、若い世代の借金はとかね、なんか言うわけでしょ。無責任にも甚だしいと思いますけどね。もらえたら嬉しいですけど、逆にその子供が大きくなった時に、その代償が回ってくるのはちょっとなっていうね。これも間違えた考え方で、今お金がないことによって、子供の可能性、教育の可能性やレジャーの可能性、縮めてませんか？私は思うんですよ。子供が生まれた瞬間に、プラレール、トミカ、山ほど与えてあげたら、いろんな使い方を早く覚えます。でも、お金がないことによってね、ミニカーは1個ねとかね、プラレールはちょっとレール1つに列車1個ね。これで何の可能性が育つんですかね。やっぱり生まれた時から1歳2歳に教育に最もね、伸びのある時期にいろんなものを見せたり、いろんな経験をさせたり、いろんなものを食べさせたり、いろんなところに連れて行ったり、こういう経験を時間とお金を使って無尽蔵にするべきなんですよ。でも、将来にツケが回ったらいけないから今日はお金をもらうのはどうかと思いますみたいなね、余裕かましてますけども、この0歳、1歳、2歳の瞬間に全部詰め込んでいかないと、これ将来決まりますよ。だから、幼い頃に受けなかった教育、可能性を閉じられてしまったお金がないから節約をするために将来のために取っておこうねって形で今使わなかったお金っていうのは将来に長きにわたってダメージを与えるってこういう発想にならないのかなってことがすごく不安でならないですよね。じゃあ将来食べるためにお金を使わずに今日餓死したらどうなるんですかってこういう極端な例も出てくるじゃないですか。だからね、将来のことをある程度考えていくのは必要ですけども、将来の悩みは将来解決すればいいんですよ。だから今日苦しんでいる人にその苦しみを取り除くようなことをしなければ、その人たちには将来ってのがないわけなんですよね。だから今回ね、こういうふうな40代のご家庭がなんか意見してましたけども、余裕のある人の言葉だなと私は思いましたけどね。学徒は現金給付は困窮者対策でもあると主張しますが、東京池袋の公園です。こちらでは生活に困った人たちのためにお弁当が配布されているんですが、どうですか、この民間団体による NPO 法人ね、 NPO 法人って書いてますけども、お弁当の炊き出しとか、これ本来国がやるもんじゃないですか。最低限の生活を保障するんでしょ。なんでこんなことになっちゃうんですか。うん、NPO 法人とまあ国の出先機関っていうね形もありますんでやってるといえば言えるんですけども、こういうところにね10万円配ってほしいなと思いますし、ほらさっき言ったね、70代の店主の方、10万円配っても無駄？この人たちの前で言ってください。10万円配っても無駄だぞ、お前ら、みたいにね。結局は余裕ある人の、余裕がある立場の意見なんですよ。70代を回って、店を持っている。さぞかし繁盛したんでしょ。ね、自分は財産を築けてよかったよかったなんでしょ。だからね、そうならなかった人の気持ちなんて全くわからないんですよ。私はそういうところに憤りを感じますよね。まあ、国民同士で対立するって形が、まさにここに惹かれてるわけなんですよね。今日は400人近い人が並んでいるということです。寒空の下で行われた弁当の配布。コロナ前は150人が並ぶ程度でしたが、今は400人を超えます。なんでこんなことになるんだ。大体10万円配って無駄だっていう人がいるからこんなことが起きるんですよ。この人たちに10万円配って無駄ってことがあるかってことなんですよ。この人は今日ね、泊まるところもないんですよ。2000円3000円出せばネットカフェとかカプセルホテルに泊まるでしょ。でもその2000円3000円がないわけですよ。じゃあこの人に10万円あげればいいじゃないですか。ね、そしたら1ヶ月ぐらい豊かに暮らしてくれますよ。そして精神的な安定と健康を取り戻して意欲を持ってまた社会のために働いてくれるんじゃないですか。まあ働かなくてもいいですよ。楽しく生きていただければ。今のこのね、炊き出しに集まる人が人生を謳歌してるとはとても思えないです。もっともっとこういう人たちの権利を守るために国は財政出動するべきです。金を返せと言ってもいいですよね。財政出動じゃなくて、払いすぎた税金返せ、この野郎みたいな感じでちょうどいいんじゃないかなと思うんですけどもね。多くは日雇いや非正規雇用の人。最近は40代以下の若者や女性の姿が目立ちます。まあ結局こういうね、非正規の方が本来受け取るべきだったお金っていうのが株主に回されてるってことなんですよ。これは新自由主義経済のね、制度のもと、ルール違反ではないですよ。ただこういうことになるってことを隠してね、非正規派遣労働者を使い込んできた、そういった利益企業の責任は重いと思いますけどもね。どうですかね、その企業の社長さん、それから経営陣の皆さん、自分の息子たち、娘たちがこんな目に遭わされて黙っていられますか？ちょっとね、批判ばかりではなくて、ちょっと厳しいこと言わせてもらいますけども、今25歳の方がね、派遣がクビになってとか観光業がダメになってとか言いましたけども、やっぱりね、自分の IT スキルを持って、新しい時代に切り込んでいくってこともやっぱりね、必要だと思います。これからね、まあ、うじゃぱーじゃ言っても、結局は IT スキルがある人とない人に大きく分かれてきますので、まだお若いんですからね。SNS の活用とかインフルエンス活動するとか YouTube を活用するとか儲ける手段だったらいくらでもありますし、多分楽しいと思いますんで、ぜひ若い力をそういったところに向けていただきたいと思いますし、今回こういうふうな炊き出しに集まってしまってね、そこでいろんな人の経験とかを耳にすると思うんですよ。惨めさ、虚しさ、夢打ち砕かれたこととか、そういったことを発信していただいて、多くの方に事実を知らせるってことと、あと共感をね、していただくことによって、新しいムーブメントを作り出してもらいたいと思います。それがインフルエンサーとしての第一歩になると思います。支援相談員は10万円いただけることは本当にありがたいと思うんですけれども、やはりそれもそのまま消費して消えてなくなってしまうものなので、根本的に変わっていかないのかなというふうにも思うところがあります。これじゃあの NPO の人なんですよ、あなたは。なんで10万円が消費されて消えていくってことになるんですか？その10万円で今日死ぬはずだった人が長生きできるわけですよ。新しい希望を抱けるわけですよ。10万円ってありがたいですよ。それが消費に回って消えていく。いや、その間にその10万円をありがたく使うことによって人々とのコミュニケーションが生まれて新しい生きるヒントが生まれるじゃないですか。だから10万円がただ消えていくっていうのは余裕のある人のやっぱり考えだと思いますよ。その10万円にね、ものすごく喜びを感じて、やった!国は俺たちを見捨てなかった!っていうのはね、いろんなモチベーションが起きると思うんですよ。そして10万円で足りないと思うんだったら、それがね、無駄だと思うんじゃなくて、30万、50万に増やしていけばいいんじゃないですか。そういう発想にはなんないんですかね、こういう人たちは。一時的な給付だけでは助けられず、生活保護の拡充や自立支援の強化などが必要だと話しています。ここは正しいですよね。だから生活保護費は37万にすること、自立支援強化って言いますけども、はっきり言って自立しなくてもいいです。生きてるだけでいいんですよ。自立したい人はする。そして人の面倒を見たい人は NPO の人みたいに見る、でね、社会に依存したくて生きる人はそれでいいんじゃないですか。依存して生きればそのぐらいの包容力のある国だと私は思いますけどもね。困っている人への支援は十分か、分配の原資となる経済成長をどう実現するのか、議論が白熱しているとは言えません。目の前の候補者が財源などの難しい問題から逃げていないのか、有権者の判断が問われます。有権者の判断が問われます。だってお前も有権者だろうがって感じですよね。結局ね、その情報発信の仕方が悪いんで有権者も判断に迷うんですよ。マスコミの責任が一番重いんですよね。ですんでね、今カメラの前でマスクつけて喋ってらっしゃる方がいましたけども、そもそもマスクする必要あるんですか今。もうマスク外せばいいんじゃないですか、こんなの。なんか、しかもね、カメラを通じて私たちに喋ってるわけじゃないですか。あ、これカメラマンに対しての配慮ですかね。何なんですかね、この過剰マスク主義。もうマスクみんな外していいですよ。だって最近、あれでしょ、コロナ感染者とか言って報告がありますけども、東京都27人とかね、広島3人とかね、すでに報告する必要はありません。こんな少なくなったら。ありませんよね、これ。何なんですかね、これは。愚かな習慣だと思います。じゃあ、失礼します。